リリーちゃん、スーちゃん、任せたよ。これだけの道具が作れたら、国一番のアトリエだって夢じゃないかも。不思議な絵？パッと見普通の絵と変わらないような。不思議な絵？中に世界が広がってる。出かけようか、リリー。あ、申し遅れました。私はソフィーノイエ・ミュラーと申します。リリー&スーのアトリエ、不思議な怪獣の錬金術師。